のクルージュにある都市基礎自治体アリエシュ川が流れる。ドイツ名東レンブルクハンガリーメートルが古くはポタイッサといった。ポタイッサに関連する最古の石踏み、アイトンのミリアリウム。これは1993年6月に郵便局前に置かれた複製品であるカストラのローマブロこの町はダキア人によってパタビッサまたは ポタイスサの名で建設された。トラヤヌス地下の101年から106年にデケバルス王のダキアモロトモローマ人に征服された。ポタイスサの名は1758年に郊外のアイトンで発掘されたマイルストーンからも見える。これはダキア征服直後の108年のもので、ポタイスサからナポカに至る街道がトラヤヌスの命で建設されたことを示している。 ポタイッサ及びナポカの存在が確認できるダキア属集最古の石踏みである。同盟のカストルムも建設され、ムニキピウム、さらにコロニアに発展した。166年から274年まで第5軍団マケドニカのベースキャンプが置かれた。ポタイッサの沿行は戦死時代から採掘が行われてきた。ハンガリーの征服後、1075年に初めてれ田。 岩塩港の記録が見える。これは1932年に閉山したが、近年観光用に再び公開された。11世紀にサクソン人がこの地方に入植した。1241年から翌年にはタタール人が来航し、市街は壊滅した。アンドラーシュ3世はこの村落に特権を授け、後のライオシュ1世がこれを再化した。1467年。 マーチャー主一世がこの地でハンガリー議会を開いた。16世紀になるとトランシルバニア議会がしばしば開かれるようになり、1558年にはカトリック教会とルーテル派の信仰の自由が宣言された。議会は1563年にカルバン派も認め、1568年にはいかなる場合も彼の宗教に対して監禁。 束縛の脅迫を与えることは許されないとして対象を全ての宗教に拡大した。中世ヨーロッパでこのような自由が認められることは異例であった。このトゥルダ直例は全面的な信教の自由を保障したキリスト教ヨーロッパで初めてのケースであった。1609年にはトランシルバニア校バートリガーボルが新しく特権を与え、 後のベトレンガーボルがこれを再化した。1659年のトゥルダの戦いでは、オスマン帝国のアフメド・パッシャが、ラーコー・ツジェルジュ2世を打ち破った。1944年、この地で、ナチス・ドイツ・ハンガリー王国軍と、ソビエト連邦イコール、ルーマニア王国軍が戦火を交えた。これは、第二次世界大戦中のトランシルバニアにおける、最大の戦闘であった。 2002年の国勢調査に基づく市の総人口は55,887人である。このうちルーマニア人が84.88%、ハンガリー人が10.05%、ロマが4.83%を占め、その他は0.4%である。ありがとうございます。